日鉄から、この防衛省より提案のあった、多機能な複合防衛拠点の案に注力するため、その他の跡地利活用を検討する協議には現時点では参加できないというお断りの連絡がありました。防衛省が先月、多機能な複合防衛拠点を新たに整備したいと表明した日鉄呉地区跡地。県はこの跡地の利活用について、防衛省の案も一つの選択肢としながら別の案も検討したいとして、今月中にも呉市と日鉄との間で三者協議を開く予定でした。しかし、防衛省からの提案に注力するためという理由で、今月3日、日鉄側から参加を辞退する意向が伝えられたということです。これに対し湯崎知事は、引き続き三者協議への参加を要請する考えを示しました。地域にとってのそのベストな選択肢は何かということもですね、やっぱり考えることに対して、無視はしないでほしいということですよね。日鉄の利害とか日鉄の利益を追求するだけではなくて、やっぱり地域にとってどういうことがいいことなのかということを考えることも、やっぱり無視しないでほしいなっていう。呉市長は、率直な受け止めを教えてください。この事実については湯崎知事がおっしゃられた通りです。県と市で相談をしておりまして、引き続き受けていただけるようにお話をしていくつもりでございます。現時点では三者協議の開催のめどは立っていないということです。